皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。もう12月も半ばになりました。12月のことを旧歴では、しわすと言います。しわすになって慌ただしいとか、しわの街は忙しいのように使われることが多いです。本当に日本人はしわす。年末にかけて忙しいんですね。本当にたくさんすることがあります。会社で働いている人は忘年会があるかもしれない。 家の大掃除をしなきゃいけない。お正月の準備をしなければいけない。忙しい時期です。まあ、今年はコロナで大きなパーティーや忘年会をしない人が多いと思いますが、それでも家族や友達に会うことが多い季節です。さて、クリスマス。皆さんの国ではクリスマスはどのようにお祝いしますかまたはお祝いしない国ももちろんありますよね。 皆さんもよく知っていると思いますが、日本はクリスチャンの人はいますが、たくさんの人がクリスチャンではありません。そして、クリスマスの日、12月25日は、祝日ではありません。普通の日です。普通の日ということは、仕事があれば会社に行きます。つまり、日本では、12月24日も、25日も、26日も、普通の日です。祝日じゃない。でも、 クリスマスイブに何かクリスマスっぽいことをする人がたくさんいます。キリスト教のお祝いの意味がないけれども美味しいものを食べたり子供にプレゼントをあげる家がたくさんあります。じゃあ実際にクリスマスイブに何をするのでしょうか小さい子供がいる家はおそらく家でちょっといつもより美味しいご飯を食べて子供にプレゼントをあげる家が多いと思います。 スリーを飾る家もあります。そして欠かせないのはクリスマスケーキですね。生クリームたっぷりのイチゴが上に乗ったクリスマスのイチゴショートケーキ。このケーキを食べる家が多いのではないでしょうか。恋人がいる場合、デートをする日です。特に男性は大変のようですね。彼女を喜ばせるためにいつもより 高級でおしゃれなレストランを予約したり、高いプレゼントを用意したり、この時期はジュエリーのお店の宣伝が増えます。恋人にネックレスや指輪をあげる。だからジュエリーのお店にとってはクリスマスは大切な時期なんですね。そして皆さんが気になるのは、日本人が本当にクリスマスにケンタッキーフライドチキンを食べるのかどうか、 ということではないでしょうか。いろいろなウェブサイトや YouTube で日本人はクリスマスにケンタッキーフライドチキンを食べるという情報があります。本当にそうなのでしょうかはい。確かに食べる人がいます。これは見事にケンタッキーフライドチキンのマーケティングキャンペーンによるものですね。クリスマスをお祝いする国では クリスマスディナーでターキーを食べる国が多いですね。日本ではターキーはあまりありません。一般的じゃない。だからターキーとよく似ている食べ物はチキンということでクリスマスにチキンを食べるようになりました。ケンタッキーはクリスマスにいつも大きなマーケティングのキャンペーンをします。実際に予約をしなければいけないほど クリスマスにケンタッキーフライドチキンを買いに行く人が多いみたいです。うん、確かに多いです。でもね、みんながみんなクリスマスにケンタッキーのフライドチキンを食べているわけではありません。例えば、私の家族、クリスマスに一度もケンタッキーフライドチキンを食べたことはありません。母はファーストフードが好きじゃないので、私は子供の時や10代の時、 ケンタッキーもマクドナルドも食べたことがなかったですねでもやっぱりクリスマスイブの夕食にチキンがありました母はいつも照り焼きチキンを作ってくれましたそして大人になってから社会人になってからは私は友達とクリスマスパーティーをすることが多かったですでもその友達とクリスマスパーティーをした時も フライドチキンを食べたことは一度もありません。ということで、クリスマスにケンタッキーのフライドチキンを食べる人ばかりではないんです。みんながそうしていると誤解しないでくださいね。私はケンタッキーのフライドチキンを食べるぐらいなら、居酒屋で鶏の唐揚げを食べる方がいいです。私は唐揚げが大好きです。さて、 子供の時、クリスマスイブに、てりやきチキンとクリスマスケーキは食べていたけれど、プレゼントはもらっていなかったです。悲しいけど、サンタさんはうちには来ませんでした。そして、サンタさんを信じていない子供でした。クリスマスツリーがあって、その下にプレゼントがたくさん置いてあって、サンタさんが、 寝ている間にプレゼントを持ってくるなんてことを想像もできない子供時代でした。まあこれは文化の違い、考え方の違いですね。私は実はこのクリスマス、一週間お仕事を休むつもりなんですね。皆さんも知っているように私はフリーランサーですから仕事を休めばお金が入りません。 最初は休まずずっと仕事をしようと思ったんだけれども私はこの一年間本当にノンストップで色々なことをしてきましたちょっと実は疲れている本当に疲れ気味なので燃え尽きてしまわないように一週間お休みを取ることにしました旅行は行かないもちろん行けないでも家で色々なことを自分のことをしようと思っていますでも ポッドキャストだけは更新をする予定なので、年末も年始も私のポッドキャストを聞いて勉強してくださいね。はい。今日はクリスマスについて話しました。日本人は本当にクリスマスにケンタッキーを食べるのかどうか気になる場合、あなたの日本語の先生や日本人の友達に聞いてみてくださいね。意外と食べないよっていう人が多いと思います。じゃあまたね。バイバイ。